では中学社会、1年生の分野ですね、地理の第3回目です。緯度と経度、これをやります。で、今までのその地球の表し方、いろいろやりましたね。その地域によって海、山、あ、海、陸、海と陸がありますよとか、あと地域によってその国がありますよ。で、国は、山脈で境があって国境がありますとか、それからな川で、国境を作ってますとか、まあ、その地域ごとに分けているということですね。だから、どこどこという国をのイメージ、例えば日本というものを説明してくださいって言われたら、あ、なるほど、日本ですね。日本は中国大陸、そのユーラシア大陸の、隣にある島国ですって言ったりすることもできるし、それから太平洋の中の、まあ、西側にある国ですねとか、まあ、いろんな説明ができるわけじゃないですか。だけど、この緯度と経度という視点から説明することもできるんですね。で、とにかく地球っていうのは別に何も、ただこういうのがあるっていうだけですから、ここってどう説明するって言われると、ここをどういうふうに説明するんだと、このポイント。難しいですよね。このホワイトボードでも、ここに点を打ってくださいと。ここ点打ってもらわなきゃ困りますよと言われたときに、そこって、どこですかと、この辺ですかって言ったら、違う違うとか言われたときに、じゃあ正確な、このポイントですね。ここを、表して、メモしてくれないといけないので、どうしたらいいですかって言ったら、じゃあもう精密に考えるんだったら、こっからここまでが、横、何センチ。で、こっちのね、縦が何センチ。横何センチ、縦何センチのこの部分に点をつけてくださいよとかって言って、説明されたら、まあ、それはできそうじゃないですか。で、同じことを実は地球でやるわけです。地球に縦の線と横の線とやったら、どこの国でもどこの山でもどこの川でも、ここっていうポイントを掴むことができると、考えることができると。イメージすることができるというのが、まあ、この緯度と経度の、すごくいい特徴ですね。はい。どこどこの国の隣とか太平洋のどこどことか言われるよりも、もっともっと正確に地球の中での位置を理解することができるということですね。はい。なので、その表し方をちょっと今回は理解するというのが狙いです。緯度や経度を使った国や、使った国や都市の表し方を理解するということです。はい。緯度、経度ですね。どっちがどっちなのかっていうのをまず、区別することから始めましょう。はい。一つ目。地球を南北に分ける角度は、緯度と言います。南北ですね。はい。これはね、南北ですから、横の、まあ、ちょっとこれざっと書きました。緯線といい、この横のラインですよと。まあ実際には横とか縦とかね、右とか左とかいうのはあまり使わない方がいいと思うんですが、一応最初のうち覚えるときにはこの横のところだと。で、0度、真ん中が、まあ、赤道なんだということですね。で、赤道から北が北緯、下の方が南緯というふうな言い方をします。で、地球、まあ、このちょっと斜めにね、この真ん中、地軸といいますが、軸がこうちょっと斜めになってますね。で、この線が、赤道ですね。はい。で、角度って言われると、その角度って何と。10度とか、35度とか、そういった角度って何って感じですが、イメージしてほしいのが、この地球のど真ん中ですね。球体のど真ん中の芯の部分ですね。そこから赤道に向かったのが0度にして、で、そこからこう斜めこれ、ここぐらいが45度。そして、一番北のところが90度になります。なので、この角度と言われた時には、イメージするのは、この球体のど真ん中。ど真ん中の周りに、
こうコーティングされてるわけですが、そこからまっすぐが0度で、一番上がこの90度ですね。この90度ですね。はい。という感じでいくと、あの、緯度っていうのは、北緯90度までしかないし、南緯も90度までしかないよということです。0度から90度までが緯度になります。で、そこでイメージできなければ、もう緯っていうのは横なんだと。北緯とか南緯、30度40度とかいうのは全部横の線で理解したらいいんだよということですね。まあそこから入ってもいいと思います。この横ですね。うん、で、北緯0度とか南緯0度っていうのはこれはあの赤道のことを示しますよということです。はい。じゃあもう一つですね。経度、これはもうざっくり言うと縦のラインですね。はい。で、経度の場合は実は90度じゃなくて180度なんです。これはこの地球を真っ二つに割って、東の半分と西の半分とこの両面に分けちゃおうということなんですよね。だからこの球体自体がこの360度一周じゃないですか。でそれを半分に分けるので西と東に分けて、180度分この経度というのはあるんですよということです。で、東の方を東経、東の方を東経、西の方を西経というふうに表します。でね、ですね、あの、0度のポイントをどこに置くかっていうことなんですが、あの、これ、赤道、緯線の場合はですね、この、赤道0度、これはね、もう誰もが納得するわけですよね、これね。だってこの、地球というものがあって軸があって、でこの横の部分っていうのはですね、この軸に対してこれずっとこれも一定なので、まあこれが基準になるのはまあいいだろうと。ただじゃあ、どこからが西でどこからが東かというふうなことを、その西と東をですね、あの考えるときに、これがですね、どこの国のところを通ったものを基準にしようかと。じゃあこれはある意味ですね、世界の中心をどこに据えるかということですから、とってもねややこしい問題になりがちなんですが、なんとですねそんなに揉めなかったみたいですね。実はイギリスを中心にしたということです。まあ当時ですね、イギリスっていうのはもう世界に冠たる大英帝国と言われて、いろんなところに植民地を持ってて、まあ、あのイギリスはもともとね、その産業革命で国を大きくして、経済力も軍事力もとても大きくてね、誰もが認める、まあ、世界のリーダーであるという感じですね。大国であると。だからまあいいんじゃないかなという感じになったみたいです。でこれも現在でもね、イギリスを中心の、これ0度、これは本初子午線とも言われますね。はい、これ0度が本初子午線で、そこから東が、東経、西が西経という形です。で、この図っていうのは、あの、日本であまり見ないですよね。日本ここにありますが、やっぱり日本中心の地図で見てしまうんです。ただ、まあ、後に言いますけど、時差を考えるときとかってね、これで考えた方が見やすいんですよ。また、あの、日付もこっちから来ますから、あの、日本って一番端の方なので、一番初めにね、その年が来ると。1月1日元旦、多分世界で一番早めにあの初日の出を見れるのは日本ですよね。はい、こんなちょっといいところどうなのかな、いいところなのかな、わかんないですけど、あのそんな感じになりますね。だからあの東アジアの中に日本は入るけど、別名極東と言われたりするんですね。極っていうのは南極北極の極で、極み端っこの方ってことですが、これはですね、あの、本初子午線がイギリスにあって、そっから東のかなり端だということが、まあ、影響しています。はい、では今回の問題に移ります。今回はオーストラリアにある都市アデレードとケアンズの位置を、あの、緯度、経度を使って説明しましょうということです。オーストラリアはですね、まあ、オーストラリアを例にしますが、ここにケアンズありますね。それから
アデレード、この南の方にありますね。はい、なのでここを、北緯何度、東経何度とか、南緯何度、西経何度という形で、示すわけです。これを地図帳を使ってちょっとやってみてほしいなというふうに思います。はい、以上で終わります。